仁師とは中国思想における徳の一つ。人愛。特に儒家によって強調されており、孔子がその中心に据えた倫理規定で人間関係の基本。主に他人に対する信愛の情、優しさを意味しており、儒教における最重要な五条の徳の一つ。また、仁師と義を合わせて人義と呼ぶ。古代から近代に至るまで、 中国人の倫理規定の最重要項目となってきた。中国の伝統的な社会秩序を支える精神、心のあり方である。なお、孔子は論語の中で、人氏について明確な定義を行っておらず、相手によってまた質問に応じて様々に答えている。言い換えれば、儒家の立場においては、人氏とは人間にとって最も普遍的で包括的。 根源的な愛を意味するものとして考えられてきたので、あり、こうや、てい、ただしなども、ひとしの一つの現れだと主張されているのである。老子は、大道したれて、仁義ありと言って、仁義をそしり、これとは別の道徳を説いたが、それは、私の立場であり、これに対し、仁義は、公的なものであるとされる。定名道の解釈では、人とを、万物一体と解釈する。 明道は、天地万物一体を強調する儒者であり、万物一体の等志の説を次のような過程で展開していく。遺書では、手足の麻痺した症状を、婦人と呼び、自己の心に対して何らの作用も及ぼしえなく、なってしまっているためと開し、これを生の連帯の断絶とそれに対して、無自覚であることを意味するとし、名前を回復せしめることが等志であるとした。つまり、 万物一体の人志の一つの説は、地覚説であり、通用の地覚を持つことを人志としているわけである。もう一つの説は、儀、霊、里都市、真が、皆、人志であるとする立場であり、ここからは人志を、体とし、五条を、用とみなしていたことがわかる。論語から抜粋すると、以下の説明がなされている。学児で、公言は、人者ではない都し、白で、 つは人志に近いとしている点で多弁を人志と認識していないことがわかる。論語では多弁を今める一節が見られ、一例として個人が軽々しく言葉を出さなかったのは自分の言葉が行動に及ばないことを恥じたためとしている。日本においては聖和天皇が歴代天皇として初めて名前にこの人志を用い皇室の重要な特目の一つとみなされてきた。 ごも園の天皇以降の歴代天皇、京急やアリス川の宮家及び官員の宮家では、人氏を通りあざとすることが慣例となっている。多くの場合、人氏を人と読む。ありがとうございます。